DJ 太郎がお届けです。 Hello World。 ここからは今輝いている企業にフォーカス、 Working Hero のお時間です。さあ今夜も昨日に引き続き、渋谷区は宇田川の老舗レコードショップを運営しております株式会社レキシントンをご紹介。ねまあレコード販売の業務のほか、レーベルの運営、そしてマネジメント業務も行っているというところをご紹介しましたが、今夜は働いているスタッフの方々にフォーカス。株式会社レキシントンの根川亮さん、今夜もよろしくお願いします。弊社はですね、従業員がですね現在20名ほどでやっております。一番若いので、25歳ぐらいですかね。で一番上で、38、40歳手前ぐらいになります。で、主に働いている人はですね、基本的に元 DJ をやってたり、ダンサーやってたり、ラッパーやってたりみたいなのが、たくさんいます。なんかそこら辺がやっぱ音楽含めなんか独特な、会社ではあります。弊社ですね、会社で飲み会とか旅行に行くとかはないんですけど、実は週に1回、朝6時から8時で世田谷公園で毎週野球をやっております。で僕も、採用に至った理由としましては、元名門の高校に属していたというところで、取っていただいたというのが正直なところです。ぜひ野球チームある方、対戦希望しますのでよろしくお願いします。うわ知らなかった野球チームこれどっちかっていうとこう夜にいつも深そうな人たちが多いなって思うのに、朝そんな早くから健康的な生活をしてたんですね。はい、名前がかっこいいです。マンハッタンベースボールクラブのホームページ、いいですね。このコーナー求人募集を紹介しておりますが、野球の対戦相手の募集はある意味ちょっと初めてかもしれませんね。そういえばJ部のスタッフの野球チームオンエアーズ、最近活動してんの？自動車部とかなんかありましたよね全然かそれどこじゃない。まあでもね、こう忙しくてもこういうこう時間を持つってね、対戦したらいいんじゃないですかね。野球の対戦相手だけじゃなくてちゃんとスタッフも随時募集しています。会社として求める人材はどんな人たちなんでしょうか、聞いてみましょう。まず第一に、やっぱり音楽が好き、そのアーティストが好きっていうことが、一番多分大切なところだと思います。であとですね、その他っていうとやっぱり若くてやる気があって、自分から仕事を積極的に探して動ける人材が、弊社では求めている人材になります。まあ、基本的にどの仕事でも多分自ら仕事を探して積極的に動けるっていうのは、必要だと思います。若くてやる気のある方であればぜひ一度お話ししてみたいと思います。ホームページから、コンタクトを取ることも可能ですし、直接お店の方に来ていただいても全然構いません。お店の3階に僕いると思いますので、呼んでいただければすぐ降りていきます。お店の3階にいるんで声かけてくださいって、初めてですねこういうのもね。いやでも僕オープンの時からずっとお世話になってるんですけど、確かにほら DJ だラッパーだっていうからね、店員さんとかごっつい人がこうレコードサンプルかけてて若干怖かったりとかするんですけど、これちょっと主張したいんですけどっていうとニコッと笑ってかけてくれたりとかね、すごい優しいんです。でまあ本当にね、もうアナログのこうニーズっていうのはまあ年々減っちゃってるんだと思うんですけど、渋谷も100軒近いレコード屋があって、今残ってる数どのぐらいなのかな。そんな中でやっぱりこう新しいことを見つけてレコード文化も守ってって、そして宇田川で今も生きてるね、マンハッタンって俺すごいなって思います。はい、すごく僕もマース DJ でそこでレコードどんぐらい買ったのかな、本当にお世話になってました。はい、これからもよろしくお願いします。そんな、若きパワーをみんな待ってますからね、マンハッタンです。ということで株式会社レキシントン、そして会社の野球チーム背番号9番の根川亮さん、ありがとうございました。 Working Hero、 来週も今輝いている企業にフォーカスです。お楽しみに。